後ろ来た、こっち入ったのは、こっち来たのはこう、このままの状態。今度はこういう状態、それが入れ替わってこう来た。この2つだけ。こう来たのが、こう来たのがこっち。外はこう。内はこう。この2つだけね。で、まあなんかいろいろ、あと、その次、技なんだけど。まあ技の前にもう少しね、やりましょう。で、あと正面打ち、今正面打ちやりましたけど、じゃあ正面突きやりましょうか。で、こう、彼、多分空手やってたんです。バーンってね、ここ来るんですよね。で、次これ来ますけど、これも転換と同じ。転換こうやってやって、転換来ましたよね。だからこう持ってこうやってやったのと同じ。こう、転換向こう。どうぞ。で、それで、来たら、持たれたのと同じ。来たら、あちらへどうぞって感じ。で、触ってる感じ。来たら、転換持たれたと同じ。あちらへどうぞ。転換。入り身だったらこうですけどね。入り身だったらこう。転換だったらこう。こうかこう。で、同じ。それでついてもらって、はい。こう。触って。今入り身の形。じゃあもう一回。転換。転換だったらこう。で、あんまり、こう触ってないと、突きしちゃうから、バーンって。触ってなんか、感じてないと、ここね。彼どういう状態かなっていうのを、触って、センサーを一応接触させておく方がいいですよね。なるべくやらなくてね。切れちゃうと、わかんない。次、何来るかわかんない。だから、まあ、そういうこと。じゃあ、転換やりましょう。来たら転換。で、触ってる感じ。ここ。から、来たら、入り身をする。これも触ってる感じ。ここね。硬くしない。動かさない。この手はコントロールできないから。もう打たせてる。勝手にどうぞ。僕の元いたところ打ってください。で、触ってるの。そういう状態。で、触ってるからほら、いろんなことができるのね。で、転換という意味で、ゆっくり打ってもらって、線を外して、転換と同じ。ゆっくりついてもらって、転換と同じ。これ意味だね。もう転換だったらこう。で、触ってる。どっか触ってる。じゃあちょっと、じゃあそれやるんですか。どうぞ。え、来て。こうやって、拭うの。払うの。ゴミ。なんか来たの。来たら払うの。ただそれだけ。そう。ちゃんと。ここ狙って。お腹狙って。向こう行っちゃうのね、彼。こうやって払っただけで。何もこの手を向こうとかやんなくても払うだけ。こういうふうに向こう行っちゃったでしょ。だからこう払うの。払うだけ。ね。払うだけ。実は最近ね、やってんですよ。払うのね。払って、来て。こういうふうに。そう、向こう行っちゃうの。狙ってんだけど、彼は狙ってここ来るんだけど、ほら。こう、スローモーションで行くと、これがこう来て、向こう行っちゃうの。こう来たのが、上から触って、こうなっちゃったの。で、彼はこうなっちゃった。で、最初は足止めてやりましょう。足止めて、こう。ゆっくりついてもらって、真ん中、おへそ狙って、そういう感じ。おへそ狙って、そういう感じ。ね、そうすると、彼、向こう行っちゃったの。で、ここまででいいから何もしない。ここまでね、ここまでの稽古、練習。じゃあ、それやりましょう。はい、どうぞ。この、払う感覚、それと、この手をこういうふうに避けちゃうと、この合力が向こう行っちゃって、なんで、僕の手が支えになっちゃうの、彼のね。だからなるべくこの手を支えにしないで、来たら来たまんま、来たら来てどうぞ来てください、あちらへどうぞっていう感じでやってるの。だから柔らかくして、で、来るよね。間違えちゃった。まあ、こう、来たら、こう、ほら、向こう行っちゃうの。こういうふうに撫でてんの。同じスピードで、なぜてんの。だから、こう来て、ここに来たよね。真ん中来た。来たんだけど、こういうふうにずらされちゃったの。これを、こうやってやると、こうやってやるとちょっと、こうやると良くないんでね。こう吸収してるって感じ。こう、どうぞ、打ってくださいで。打ってください、はい、あちらっていう感じだから。それが今のやつ。だから、なるべくここ、抵抗方法としてはまっすぐ。全然平気ですよ。で、ここ打って、ここ。こういう感じ。おへそ見せて。おへそ見せてどうぞ。
で、この次は足を使う。このままだとね、ここでやると、次、力パッとこの手、力抜いてパーンってこっち来ちゃうから、可能性があるでしょ。だから、できたら足使って転換みたいにするんですよ。で、来たら、向こう向くの。そう、何でもできちゃう。来たら、向こう向くの。これ、同じ、向こう行った。今はこのままでも行ってたんだけど、このままでも向こう行っちゃったんだけど、今度はちょっと腰を変えるの。そうすると僕の前に彼はいる。で、何でもできます。状態。来て。僕の前にいるから。で、手は向こう行っちゃったの。で、この手があるから彼はこっち、この手で入ってこれないんでね。手にも来ないんで。この手邪魔。こうなってるから。よく来ちゃったから。こう来て、手が向こう行っちゃった。これで次来ない。これ来るには、ぐーっと腰を返して、これで初めて来る。で、その時には僕はもう終わってるから。そういう感じね。じゃあ今度足を使ってというか腰かな。腰を使って、まっすぐ見せて、向こう。まっすぐ見せて、向こう。合わせてね、まあ、こういうふうに。っていう、稽古やりましょう。足、腰、こう来たら上から、さ、上半身はこれと同じ、さっきと同じ。同じ。で、腰を使う。もう一回。こういうふうに。そうすると、割と彼がいい。そういう感じ。で、今度は、ここを自由にして、彼には一緒に合わせる。こういうふうに。そうすると、こういう場所。で、自分安定してる。自由。で、彼は前に、そういう状態。じゃあ、ちょっとやりましょう。ここね、ここ来るやつ。これ困っちゃうんだよね。これも同じ。今、お腹来たでしょ？こうやってやったんですよね。来たら、こうやってやるの。同じだから。で、来たこっち、こうに、こう来て、なんていうのかな。こう避けたりしないで。したら、どうぞあちらへ。そういう感じ。ちょっと副耳できますね、彼の場合ね。こういう。したら、こっち出す。で、こう。それで、この手、プロテクトのためにこの手を一緒に使う。で、来て、パンとこういう。そうすると、この手があるから、彼来ないね、次。で、もう、抜けてくれば、こういう。こう来たら、こういうふうに。さっき、あ、そうだ。さっきやったんですよね。こういうの。これと同じ感じ。で、ここだから、首に行かないで。まあ、首でもいいかも。何しろこういう感じ。こう来たら、こうね。こういう感じ。でも、あちらへどうぞ。意識、まっすぐ自分、まっすぐ。追っかけないで。で、ゆっくり打ってもらって、ゆっくりまっすぐ打ってもらって、これ横目打ちでみんなやってるじゃないですか、同じですから。横目やって、横目。こういうの同じ。全く同じ。いつもやってるやつ。こうやってやってるの。これ同じだから。殴ってきても同じして、こういうふうに。ね。今、内から入りましたけど、これを外からできたら、外から、こういう。内から入っても同じかもしれない。こう入っといて、入っといて、当たるよ。で、来たら抜いて、でもいいかもしれないですけど、まあ、始めたらこうね、拳のところを触って、こうやってくれば。で、向こう。じゃあちょっとゆっくり、これやってみましょう。どうぞ。外の方が安心なんですよね。僕は外に、じゃあこの次の手が来ない。この手が来ないから、こっちの方が安心。内に入るのはあります。内に入るの。こういうのね。合気道のさばきで横目打ちで2つ。こっちと、こっち。同じ、さっきやったのと同じ。内に入るのあるじゃないですか。ね、こう来たら、こういうの。これ、パンチで来ると、こう来た、こうなっ、来
ちゃった時次待ってるのはこれなんですよね。だから入ったんだけどこのままやってると次足くるの。こっちなしね、普通はこっちなし。でこれはすごく難しい、危険。この辺危なんかそよそよして気分したら、やったらすぐ返すの。やったらすぐ触ったらすぐ外もらう、そういう意識ね。このまま待っちゃう、このまま待ってると次の瞬間来る、ここ。だからパッともうすぐ次もらう、そういう意識でやりましょう。外だったらいい、たまたま、じゃあこっち来ると思って こっち来ると思ってこっちが来るのね。こっちが来ると思って外、こっちが来ると思って外に出ようと思ったらこっちが来たの。そうすると、そうこう来ちゃったんだよね。これしかやりようがないの。こっちだったらそのままいい調子になってこう、ああ予定通りになっちゃうんだけど、予定が外れてこっちが来るなと思って見てたのがこっちが来る、こうやざるを得ないね。このまま待ってると次来るのね。だからしたらその場合はすぐ変わるで、ね、ごめんね、そうなんです。ちょっとごめんなさい、ちょっとつまんだんで。こう来たらすぐ変わるってことね、ここね。それで何かやると、そういう形。じゃあ内側もちょっと難しいですけど、内側もちょっとやりましょう。こっち来てもどっち来ても同じ、こっち来て内側、この手内側に入るのでこっちが来たとするじゃないですか。で今こういうふうにやったんだけど、これは同じことだから、ね、だから両方どっちも同じ、どっち来てもいいの。どっち来てもこっち来たらこう、こっち来たらこう、そしてすぐ変わる。じゃあそれやりましょう。それでこうお腹とかこことかいろいろありました。今度は自由にね、これ使ってまあちゃんとまっすぐこういう形に入れればあとは何でもできるんですけど、であとつなげていくのね。合気道の形で収めていく、転換して何かやるとか。どうしたどうしたどうした、あどうした、なんか固まってるな、大丈夫か。でこうやってこうやって変わって何かやるとか。あとはじゃあ自由に少しね、この突き技をこう顔とかこう最初そうそう見せてね、 そして何かいいよ、ね、あご当てちゃいけない、当てちゃいけないんだけど、でちょっと練習しましょう、いろいろね。じゃあぶつけ、あこう青タン作らないようにそっと最初ねやってください。じゃあお願いします。